はいどうもはじまきおしろですいや、ちょっと誰ら喋らせてよと。スイッチ入っちゃったから。スイッチ入ったらもう私は止まりませんよ。水飲むとき今度一回、中断しよう。で、なんつうんだろうな。まあ、チョコスニの事件に話してたら、まあ、もうね、脳が活性化しました。はい。もうベラ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 喋りたい欲がね、 収まりません。ということで、喋、まあ、っていきましょう。まあ、今回の事件って、俺は最初はね、いやそんなん、なんか、まあ、まあ、まあやってんのーって。やってんのーって思って。やってんねみたいな感じでね。見てたわけですよ。で、そう、みたいな。またかいみたいな。炎上のスパンが短いって思ってたら、結構すごいでかいことになってね。今、俺が起きて、お母さん喋ってたら、ほら、なんか YouTuber 集団が、 なんかなんたらかんたらが Yahoo トップニュースになってるよって,ってえっ、ー、って思ってあチョコスニーだって思ってねチョコスニーだみたいな感じになっちゃってねいやチョコスニだーだって思って、まあ、チョコスニーね俺もちょっとね独り言でずっとね動画の練習してたんですよ雑談の練習みたいなあのそれ雑談の練習かっこ独り言でチョコスニーとか興味ないしねって俺思ってたんですよ、うん、いやう興味ない YouTuber って簡単なんです面白くない YouTuber 興味ないんですよ うん、面白くないっていうかなんかあ動画最後まで見ちゃうなっていう人がな,な,なんか癖になる人は好きなんですよチョコスニってねまあチョコスニってなんか本当にガチの一般人みたいな感じするねいやなんかその有名人みたいになろうと生きがってるならまだしも本当に一般人みたいなやつが金髪に染めてるだけでなんか面白いこともせずに みた,いなただ、マネキンが金髪被ってたって変わらないよね。って言うけど、なら動画見てみましょうということで、えー、チョコスニの動画見ます。えー、と、チョコスニがチョコスモっぽい動画見ます。ちょっとね、動画見てもないのに、そうやってディスるのダメ。チョコスニつまんなくねって。チョコスニーカーって。 今回の騒動にああでもなんか見る気うせるなー全部の動画ダメだなー見たくないなーいや全部見たくないなーうーなんかもう全然 見えるっス、すごい。低評価やばいよ。高評価371。低評価12,300だよ。やばくない ?400 分の1くらいでしょ。380分の1で。 え食べ残し物を残しても店側の利益になってるからいいんじゃね 極論を言えば最後にお会計でちゃんと払ってれば問題はないと思うんですうんうんでもなどうなんだろうな俺は食べ残し難しいよねお金払ってる残したふざけんな なんでもちょっとそこにちょっと、ね、熱く喋ってたからちょっと冷静になってみよう。なぜ店側が、廃棄処理が多くなるからゴミが多くなるからってことか。うーん。何なんだろうな食べ物を粗末にしてるから。いや、お前は食べ物の神様か。人事やないかい。難しいよな。なんか、ちょっと冷静になって考えよう。 まあ今回の事件、まあ、多い食べ物、えー、を残しました。で、これでよく言う反論。えーえー、南アフリカにはご飯も飲まず食わずで死んでいく人も何万人もいるのに、みたいなね、くっそくっせえコメント。事実だけど、関係ないじゃん。そういうコメントいるよね。探すか、それ。ね。 でも,なでもやっぱなんかどうでもよくな、ね、いいやちょっとなんかな俺言わせてほしいんだけどじゃあ分かったちょっとね動画今これ幻の動画になるわっていうのが出すけど次の動画は俺がね